こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、確定申告支援企画、間違いやすい公務、家族への給与は経費というテーマですね、お話ししたいと思います。では、誤りやすい例ですね。区分マンション投資を個人で始めました。大学生の子供に物件の見回りをさせて、アルバイト料を払って、その給与額をですね、経費にしている。これは誤りなんですね。じゃあなぜ誤りかということですね。まずですね、同一生計親族に対する、利息とか家賃、地代、給与、すべて経費にはなりません。この同一生計親族って一体何なのかというとですね、同じお財布で生活している家族のことなんです。で、ここに関してですね、所得税法第56条という、条文があってですね、これ非常に長くて読みづらいものなんですけども、ちょっと赤字の部分だけですね、ピックアップすると、ちょっとわかるかなと思うんですけども、何かというとですね、生計をいつにするですね、親族の対価の支払いを受ける場合ですね、居住者の必要経費に参入しませんよということを言っています。簡単に言うとですね、同じお財布で、生活している家族ですね、その中でいくらやり取りしたって、それは同じお財布の中でやり取りしたことでしょうと。で、それはいくらでも、やり取りできちゃうでしょうということで、その対価というのは経費にしませんよということが書いてあるわけですよ。で、受け取った親族もそれは収入じゃないですよと、同じお財布の中でやり取りした分っていうのは、経費でもないし収入でもないよということを言っていますよということです。ただお給料の場合、例外があるんですね。例外があります。青色事業専従者給与の届け出をして、その支払った給与っていうのが経費が可能ですよということになっています。これは唯一の例外ですね。青色事業専従者、青色申告にして、この届け出をすると。ただ要件があるんですね。事業的規模じゃないとダメなんですよ。事業的規模、おおむね5棟10室以上ですね。戸建てだったら、5棟以上ですね。アパートとかマンションだったら10室以上ということで、その組み合わせでもいいんですけれども、事業的規模がないとダメですよということになります。そうするとですね、この方区分マンション1つということであれば、この事業的規模にはならないので、要件を満たさない。なので同一生計親族にですね、いくらお給料払ったところでですね、経費にならないということになります。ただですね、ただ別生計親族に対しての対価はこれ経費になりますから、生計を別にしてますよと。例えば同居せずにですね、生活費のやり取りもない両親へのアルバイト料、これであれば経費になりますよということになります。ただ当然ですね、この働いた実態っていうのは必要になりますので、ちゃんとその人がですね、働いてるかどうかっていうのは当然必要ですよということになります。ですので、まとめるとですね、同一生計親族へのお給料というのは計上できませんよと、経費になりませんよと。ただ例外として青色事業専従者給与っていうのは OK ですよということになります。で、別生計親族への給与は、これは計上して OK ですよというような、扱いになるということですね。ということで、確定申告期間中ですね、3月10日まで、平日ですね、毎日、お昼に配信しておりますので、この大家さんのですね、間違いやすい項目ですね、一つ一つ、解説していきますので、ぜひですね、チャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッとしていただければと思います。